中国の新フィットは RS のデザインが標準に。2023年4月26日、ホンダの中国法人は、一部デザインやボディカラーラインナップなどを、改めた新たなフィットを発表、発売しました。フィットはホンダのコンパクトカー。初代モデルは2001年に登場。 現行モデルは2020年2月に登場した4代目モデルです。2022年10月にはマイナーチェンジモデルが登場。走りの質にこだわった新タイプ RS を復活し話題になりました。今回、ホンダ中国法人が発表した新たなフィットには、大きく分けてスポーツとクロスターのグレードを用意。スポーツは、 中国国外で展開される RS のデザインを、踏襲したというスポーティーなエクステリアを新たに採用、ボディカラーにオーロラブルー、新ゆえホワイト、ラタンフラワーパープルの3色を追加しました。クロスターは新たなハニカムフロントグリルや前後バンパー、ブラックに塗られた16インチホイールを装備するほか ルーフレールが標準装備となりました。ボディサイズは、スポーツが全長四千八十一、四千百九ミリメートルかける。全幅千六百九十四ミリメートルかける。全高千五百三十七ミリメートル。クロスターが全長四千九十五ミリメートルかける。全幅千七百二十五ミリメートルかける。全高千五百六十七ミリメートルです。 パワートレインには、両グレードともに、最高出力123馬力、最大トルク 145nm を発揮する1.5リッター直列4気筒エンジンを搭載。これに組み合わされるトランスミッションは全車 CVT です。インテリアは、ブラックを基調としグレーのアクセントを加えた上質なデザイン。 乗り心地と包み込み感を高めた新しいフルレザーシートや、収納に便利なセンターアームレストボックス、より実用的なバックミラーヒーターを採用しています。また、同クラス中では珍しいホンダセンシングインテリジェント運転支援システムを搭載。ACC、アクティブクルーズコントロールシステム、ルカス、車線維持支援システム。RDM、 車線逸脱抑制システム CMBS 衝突軽減ブレーキシステムをアップグレードおよび最適化しより多くの運転シーンで先進安全機能を利用できるようになりました価格はスポーツが86,800元約171万円からクロスターが10万800元約199万円からです ホンダの中国法人はフィットについて以下のように説明しています。フィットはコンパクトカー市場における比類なきベンチマーク的存在です。新たなフィットではパワーやハンドリング性能で同クラスの他社を大きく引き離し、運転する楽しさをふんだんに盛り込んでいます。また、4代目フィットは、 4つの国際レースサーキットで歴代フィットの最速ラップタイムを記録。国民のスーパーカーとして走行性能の魅力を証明しています。